町田紅白歌合戦をご覧の皆さん、どんな大晦日過ごしてますか？大晦日だよね、はい、どんな大晦日過ごされてますでしょうか？今日はですね、こちらの町田ミュージックパークで、まあ、いつも歌わさせていただいてるんですけれども、紅白歌合戦の収録ということで歌わせていただきました。ちょっと寒かったんですけれども、たくさん来ていただいてありがとうございます。今年ね、1年本当に、まあ、体調壊したり、なんかこうね、波と山の差がすごい激しかったりとかしたんですけれども、まあ、おかげででもちょっと自分の限界が見えたり、その限界を越すために何をしたらいいかっていうのもちょっと具体的に分かった、私にとってはすごく実りのある1年になれたなと思っております。で、皆さんにもね、ちょっとあの心配をかけてしまったりとかもしたので、来年はその心配をバーンと、あ、心配してよかったと思ってもらえるように、たくさん皆さんにいっぱい音楽で、そして笑顔でお返ししていこうと思っておりますので、ぜひあの来年も引き続き応援していただけたらいいなと思っております。そして皆さんの1年がね、ほんまに年になるように祈っています。来年はですね、1月10日に四谷ライブインマジック、そして1月17日にこちら町田ミュージックパークさんで、有沙企画で阪神淡路大震災から21年ということで、あの日を忘れないイベントをさせていただきます。ぜひこちらの方は無料なので、足を運んでいただけたらなと。東北の美味しいものの販売もいたしますので、遊びに来てください。では良いお正月を過ごしてくださいね。バイバイ。だからきっと